日本に来て食べるようになりました。こんにちは。こんにちは。3分です。赤羽に着いたんですけど、この街いいな、本当に赤羽。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どこ行った？今日は最近仲良いお兄ちゃんお姉ちゃんたちと会ったんですけど恥ずかしくて手でこうやって持っています。うわあ、そこはですね、そこはあのスーパーマーケット。あとここは始まったから聞かなきゃうちらがずっと乗ってる。ここはあの市場。そうそう、ボンボン。それ聞いてないけど、灰皿もらった方がいい。ああ、いいな。私の知り合い人たちと赤羽に来て無視するなここは日本人。こういうところにもないよね。米なんですかって聞いた。恥ずかしい。すいません、すいません、投げっぱなしにするんだよ。あのちょっとおすすめとかありますか。大体シセリとかサラミがいいんですよ。あとチョレギサラダ一つ。手間餃子。餃子、やっぱ餃子食べます。あまりあの気にしないようにした。いつも気にしないよ。でもさ、昼はうまいです。うわあ、これ知ってる？韓国でこれ食べたら浮気すると。男がこれ食べたら飛んでこうやって。飛び立ってしまう。カップルがチキン食べに行ったらこれ男食べない人多い。いただきます。日本に来て食べるようになりました。キャベツ。あ、やばい。これ何？炙りレバー。あ、レバーなの？炙りレバー。さっきの大食い横丁。いつもこんな感じで撮っているよ、面倒だけど。こうしてまたこうして。大変だよね。編集含め自分で全部やって、あの本数を 2,3 日に1回上げてるってのはすごいよ。で、しかも仕事しながらでしょ。そしてライブ行って、ライブやって。なんで私今日褒めてくれますか。動画が回ってるから。7が開いたら725で。初めて食べたこんなの。だって餃子でしょ、中に餃子じゃん。餃子入ってる、うん、餃子入ってる。なんか手羽餃子だよ。何回言えばいいの。これなん手羽餃子。焼き餃子だって。あ、違う。手羽餃子。赤羽の餃子。あ、わからんでもないな。わからんでもない。赤羽餃子だと思う。なんだろう、手羽餃子って書いてある。手羽ピンポン。あ、そう、ないんだって。カメラとピンポンがあるらしい。カメラはむずいよ。まだそのレベル無理。野菜食べれない子が日本に来て野菜食べれるようになったのよ。女が見ると泣くよ。多分当たり前って言われると思うよ。そうだよ。え、野菜絶対食べなかった。じゃあさ、今さ、お家帰ったらさ、母さん喜ぶね。喜ぶよ。これだ、いつもこんな感じ。わかる。いつも動画見たら、ババン、ババン。おいしい。はい、そう、角度を同じ角度にしたらつまらないので、私はいつも皆さん動画の角度とか考えています。いらねえよ。いいんじゃない。いらねえよ。いらねえよ。じゃあ全部待って。じゃあこれ食べないですか。あ、忘れてた。うん、食べたい。あ、いや大丈夫だよ、大丈夫。これ食べて。はい、大丈夫。食べて食べて。もうだから食べて食べて。さあ、ほな食べな。あ、いやいや大丈夫だよ。食べなさい。しょうがないな、誰も食べないんだね。
ありがとう。ちょっとここに入れてください。全部飲んだら。最後の一杯飲んで帰ります。あ、帰るじゃなくて、どっかお店行きます。知り合いいないかな。そのコメントで手間になりたいコメントです。今日もごちそうさまでした。これモザイクしないで YouTube にアップします。いいよ。いいですか。いいよ。エビセンってこの間3本が食べたさ、ピンク色のやつ。あ、そうなの。あれあれ美味しかったよ。しかしあれあれよ、1000円だったら私払う。美味しかったので。300円で自分であげたら。あ、そうなの。 OK マート。お、なんかここ空いてる。さあみんな、今回はですね、モザイクするから、モザイクするから、OK、OK、待っとくか。結論言うと、国とかも、もう、なんだろう、全部関係なく、ね。こうやって、大好きな人たちと。